谷と山本のおかげで150億円でクラブを回収。 WW ドジャースが今オフに1億ドル、約152億円をかけてクラブハウスを回収する見込みであることが分かった。1962年に開場したドジャースタジアムはメジャー全体で3番目に古い球場となっている。2019年オフにも1億ドルをかけて大幅改修を行ったばかりだが、今季は大谷、山本の加入で日本企業のスポンサー収入も激増したため、さらなる改修が実現しそうだ。ドジャースは大谷様々だろうね。スタジアム改修して観客席増やすのかと思ったらクラブハウスね。エスコンみたいにベンチ裏に打撃練習場を作ればいいのに。大谷や山本のおかげスポンサー収入も激増したけど観客も激増してるよな。観客が増えた分球場の改装も必ず要になってくる。球場名でコピンパークに変えたら。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくね。コメント待ってます。